それでは足首ストレッチの解説動画を紹介していきます。今日はタオルとこのティッシュ1枚をこうぐちゃぐちゃにして丸めて準備しておいてください。後ほど使います。まず今日足首のストレッチ動画なんですけど、足首が硬くなると歩いてる時につまずきやすくなったり、また足首が硬いことによって血流が悪くて冷え性につながったり、そういったことが起きるので、足首を柔らかくして血行が良くなることでスッキリするので、ぜひチャレンジしてもらえれば嬉しいです。では始めていきたいと思います。まず正座で座っていただいて、足首を上下に上下上下、これを30秒行います。で、この時に膝が曲がらないように膝も伸ばして、足首だけを上下と大きく動かすことを大事にしてください。で、足が広がりすぎないこと、まっすぐ上伸ばすようにしてください。で、横から見るとこういう形ですね。膝を伸ばして足首を上下に上下上下、大きく動かすことを意識してください。これは足首をしっかり動かすことで、この足首周りを緩めて血流を良くできるストレッチです。で、次はタオルを使います。タオルを半分折って、また半分に、で、ここから横にくるくるくるっとこういう形を作っていただいて、片方の足のだいたい半分ぐらいまでタオルに乗せて、膝をちょうど足の上ぐらいまでの位置に持ってきて、そのまま自分の体重をかけてストレッチをします。で、この時に注意してもらいたいのが、足首がこう広がったり内向いたりしないこと、まっすぐまっすぐ向いているかを確認して自分の体重を足首にかけてあげてください。で、この時もちろん息を止めないでゆっくり呼吸しながら、無理に伸ばすんではなくて、痛気持ちいいなって思うところでストレッチを行ってください。で、反対も同じです。足の半分ぐらいまで乗せて、足の裏半分ぐらいまで乗せて、自分の体重を真下にかけていきます。これ横から見るとだいたいこれぐらい足は乗せてます。少し段差をつけることでしっかりアキレス腱から足首がしっかり伸びるので、平らで伸ばす時より段差をつけて、かかとを床につけて伸ばす。で、足首もまっすぐ前を向いているかを意識しながら伸ばしていってください。で、最後にこのティッシュを丸めましたよね。丸めたティッシュを床に置いて、指でティッシュをつかみます。で、つかんだ後に足首をゆっくり一周回します。で、離して、もう一度指でティッシュをつかんだら足首を回す。これはすごい細かいストレッチなんですけど、足の裏も指も使って足首も使う。これも足首全体を柔らかくして、歩いてる時につまずきやすくならないように、足のこの筋肉っていうのを鍛える部分でもあるし、固まってる部分をリラックスさせてあげるストレッチでもあります。
これは10回行うんですけど、2セット目は掴んで反対に回します。右回ししたら左回す。これを10回ずつ行います。最初はすごく難しいんですけど、だんだんティッシュを上手に掴むことができるので、皆さんチャレンジしてみてください。最初はできなくて当たり前です。だんだん指も動いてくるので、しっかり足首、指、すべて動かしてストレッチを行ってください。お疲れ様でした。足首ストレッチいかがでしたか？なかなか普段足首を細かく動かすってことはなかなかないと思うんですけど、今日やったストレッチをしてもらうことで、こう怪我予防だったり疲労改善にもつながりますし、足のむくみもすっきりして血行も良くなるので、ぜひ続けてもらえれば嬉しいなと思います。このストレッチを私と一緒にできる動画も用意してますので、ぜひ毎日続けていってほしいなと思います。ではまたねー。